皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。こんな感じでしょうかね。斜めってますね、はい、今日はですね、キムコの GP125 メーカー希望小売価格17万円税抜き、こちらのですね、エンジンオイル交換とギアオイル交換を、やらせていただきたいと思いますが、いかがでしょうかね。とりあえずですね、初回は300キロですね、初回300キロでエンジンオイルとギアオイルの交換を、してください。それ以後はですね、エンジンオイルは1000キロごと、ギアオイルは3000キロごとに交換ということでございます。はい、一応それがね、メーカーの、指定しているオイル交換サイクルとなって、ございます。はい、エンジンオイルのドレンボルトはこちらですかね、これね、うん、これがエンジンオイルのボルト、抜くためのボルトでございます。17ミリぐらいですよね、これ17ミリって、まあ、この工具だとやりづらいんでね、これこうやってかけるのちょっとね、回すの大変なので、だいたいこういうボックスタイプですよね、こういうのをこういう向きで入れる。こんな感じで、まあ、こういうね、で、緩めるというのがやりやすいのかなと。はい。で、ギアオイルの方はこちらですよね。入れるとこはここです。抜くとこは、これですか？ね、これですね。こっから抜いて、こっから入れるということでございます。で、あとエンジンオイルの方に関しては、フィルタースクリーンというのがございます。ここにスクリーンがね、入ってるんですよ。網のメッシュのね。ですので、ここを緩めて外すと、まあ、2回に1回ぐらい、やっていただくといいのかなと、思ったりいたします。はい、そしたらですね、まずエンジンオイルを抜くんですが、まあ、トレーをね、まあ、下に置く置かない、まあ、横向いてるので、はい、真下に向いてるわけじゃないんで、まあ、先に置いてもいいと思うんですが、やりづらくないですからね。はい、で、エンジンオイルを温めてからやるっていう方もね、いらっしゃるかと思いますが、やけどには気をつけてくださいね。やっぱり非常にね、熱くなりますので。ですので、走行後、すぐ作業などをしてしまうと、やけどをしてですね、大変なことになる。うん。そんなこともありますから、気をつけて、いただきたいと、思ったりしますが、はい。ですね、そうしましたら、とりあえずエンジンオイルを抜きますか。まず抜く前ですね、やっぱりフィラーキャップ、こちらをね、外すんですよ。やっぱりね。で、ですね、フィラーキャップはここにございます。反対側ですね。これですね。はい。ここオイル入れるところ、うん、さらには、ここでオイルレベルを見ることも、見るようにもなってございます。ですので、ここね、でこういう感じで、で、これ、まず一回拭き取っていただいて、そして、こう入れてね、ねじ込まないでまた戻すと。で、その先端のこの、これだと細い部分、バツになってるんですけど、バツっていう、なんか、バツ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 っていう風にね、模様が入ってますが、そこの部分の上の方まで入ってればいいということでございます。ちょっと垂れましたね。ね、置いといたらね。はい、で、これ注意していただきたいのはですね、このスクーターのマフラーがすぐ近くにございます。でこれ走行した後に走ってきてですね、それでオイル交換しようってこれやろうとすると、こういうところに触れるとですね、やけどします。はい、ですのでね、このあたりは気をつけていただければと思います。で、日本のメーカーですと、だいたいここら辺にですね、オイル量書いてあるんですよ。 0.7 とか 0.8 とかね、ただキムコの場合は入ってませんので、ここにステッカーが貼ってあってですね、ここに書いてあるんですね。 0.75 リットル、 0.9 リットルみたいなね、エンジンオイルの全量は 0.9 リットルなんですが、交換時は 0.75 リットルでいいみたいな感じですかね。はい。アイドリングした後にオイル量を確認とかですね。3分間とか書いてますけどね。はい。そうしましたら、とりあえずね、オイルを抜いていきましょう。ね。ね、ちょっと。こちらでもいいですね。はい。ね。さあ、オイルを抜きますよ。で、まあ、奥まってるんで、こういった
レンチだと横に向きにこうなってますから、こうやって入れなきゃいけない。そうするとね、こう振り幅がないんですよ。床に当たっちゃったりね、しますんで。なのでこういった感じのものでね、やった方がやりやすいのかなと、思います。最初ね、すごく硬いんですよ。すごく硬く締まってますんで、ちょっとね、緩めるの大変かもしれません。で、これ外すときにドバッと出てきますんで、で、熱いときはね、なおさら危ないですからね、気をつけていただくということですね。はい。あれ、まだ外れてない？よっ。ね、こんな感じで。はい、で、これね、ドレンボルトでございます。はい。それで、今回はですね、このドレンボルトをちょっと交換します。はい。こちらのバイクはですね、まだね、走っていない、ほとんど走ってませんので、マグネット付きのターセリー S125 用のやつですね。それに交換。で、GP のはね、マグネット付いてないんですよ。なんでね、うん、もちろんマグネットがなくてもいいということで判断でね、マグネット付けてないんだと思うんですけど、まあ、せっかくなんで、同じ形状で、ね、マグネットの付いているターセリー S の、ドレンボルトに交換しようと、思います。はい。で、さらにはですね、このドレンワッシャーがこうギリギリなんですよね。そうすると、これで締めるとドレンワッシャー潰れますから、次回の交換が非常に面倒くさくなると。これ抜くのがね、潰れて広がる分、広がった分がですね、さらに食い込むんで、外すのが面倒くさいので、普通のね、日本のメーカーのやつを入れますね。日本のメーカーのはね、少しちょっと余裕があるんですよ。まあ普通そうですよね。さて、そんな下準備じゃないですかね。さあ、そうこうしている間にエンジンオイルが抜けてきたようでございますよ。で、ちょっとね、今真横向いてるんで、ちょっとこっち側に傾けてあげますね。はい。フロントブレーキを握りながらやれば前に行っちゃうことないですから。で、ちょっとオイルを抜いてあげて、で、危ないので基本的にはこういうことはしないと、はい、普通にね、やっていただければいいのかなと、思いますよ。はい。さあ、そしたらね、もうこれで、だいたい抜けてますから、これ締めちゃいましょう ね。で、締め付けますね。で、規定トルクが一応あるとは思うんですが、トルクレンチというのを普通ね、持ってないと思うので、これはそのまま、締めます。で、締めるときにぐーっと力を一定の力で入れてって、最後スカッと抜ける感じになりますので、そこまでいったら規定トルクと考えていただいていいのかなと。要はワッシャーが、アルミのワッシャーが潰れる瞬間っていうのがやっぱありますんでね、そこまでですね。ね。そしたらですね、ちょっと汚れてる部分を拭き取ると。で、エンジンオイルをまあ入れますが、その前に、今度こっちもね、ギアオイルの方も抜こうかと思います。はい。で、とりあえず、12ミリだったかと思いますね。で、まずこの上の、蓋を。さあ、そしたらですね、ちょっとギアオイルの方に抜きましょうね。ギアオイルはでもあれですかね、走行した後の方がいいですかね。やっぱ柔らかい方が抜きやすいですからね。90S っていうタイプをね、が、確かね、キムコの指定になっていますから、固めのオイルがね、入ってますからね。ちょっとね。はい、ね。そう、やっぱりね、ギアオイルって感じのね、オイルが入ってるんですよ。まあ、当たり前なんですけど。これはね、ちょっとね、再利用します。はい。あっという間に抜けましたね。ちょっとベルハンマーがなんかちょっと入れちゃいましょうよ。ダメですかね、入れたら。よくないかな。で、熱持ってる。あ、今ね、熱いんでちょうどいいんじゃないですか。まあいいか。そしたらですね、まあ抜けたらこれをね、閉じて
大体上まで締められますから、ぶつかるまでの。とりあえずぶつかるまで締めたら、これで締めると。12ミリ。こういうところは逆にね、こういうレンチの方がやりやすいですよね。まあ、当然ながらこれだと入らないです。こんなね、こういう向きでやることになりますから。なので、ボックスタイプとこういうメガネタイプは両方持ってた方がいいと。さあ、とりあえず、抜く方はやりましたね。あと、フィルターも一応見ますか。ね。フィルターまずね、こう下にちょっと。で、フィルターはね、向こう側にありますから、向こう側に行って、やります。で、フィルターは、これですね、これ。で、17ミリですから、やっぱ17ミリでね、こうやってかける。で、やっぱりここもね、メガネタイプの方がやりやすいですよね。はい。で、とりあえずちょっとこうどけて、押さえ、ね、こんな感じして。押さえながらこう叩けば。で、やるんですけど、ここもバーって出てくるんで、やっぱ熱い時は気をつけた方がいいですね。やけどしてますね。ちょっとね、こんな感じで出てきますね。で、ちょっとこうね、抜いて。どうですか？うん。まあ、何にも汚れ、こんなまずね、ここね。あと、ここにメッシュの入ってます。ちょっとだけなんか汚れついてますよね。まあ、新しいんで、こういうのもね、すぐつかなくなるんだと思うんですよ。で、ここのオーリングをね、まあ、たまに変えると。まあ、潰れてなければね、まあ、1回2回の交換で、しょっちゅう変える必要はないと思うんですが、たまにね、交換。そしたら OK ですか？ね。で、先にこっち開けると、こっちからオイルがドバーって出てくるんで、こっちはやっぱり先に抜いてから、ドレーンからオイルを抜いてからやった方がいいような気がしますけどね。よいしょ。で、これスプリングになってるんで、押さえつけながらね、締めていく。で、これもやっぱり手でね、ぶつかるとこまで締めていく。まあ、このあたりがやっぱり、で、もし手でやって硬いようだったらですね、なんか問題あると思うんで、必ずそれやめてね、外した方がいいですね。で、ネジ山とかにゴミが詰まってないかとか、そのあたりを見た方がいいかもしれないですね。で、これも締めると。で、ここもですね、ギュッギュッて締める必要ないですからね、軽く、うん、こんな感じですね。はい。それで、とりあえずね、締まりましたね。はい。そしたらですね、ここから、今度はオイル、あとギアオイルも、は、あの上から、入れていきます。はい。そしたらですね、エンジンオイルを、これ、入れていきます。口元を。で、一応、だいたい規定量、750cc だったら 750cc ぐらいをですね、こう入れてくるんですけど、まあ、適当なところまで入れてですね、そしたらオイルレベルゲージでこう確認すると。いわゆるカートリッジ式のオイルフィルターっていうのはついてないんですよね。まあ、原付クラスだとあんまりついてるのはね、ないかな。まあ、アドレス V125 とかね、ついてましたけど、鈴木さんのは結構ついてるんですかね。まあ、ホンダさん、ヤマハさん、キムコさんとかはね、うん、普通のメッシュのタイプですよね。で、それは清掃すればいいじゃないですか。で、まあ、オイルをこう入れていただいてですね、そしたら、カートリッジのタイプだと、そこにオイルが行き渡るので、大体その分がね、エンジンかけると行き渡るという感じなので、とりあえず入れて、閉めてエンジンかけて、で、止めて、またしばらくしてからこれ測ると減りますよ、ね。減ってますよね、最初の量。まあ、ここのバッテン、バッテン、バッテンみたいな、まあ、大体そうですね、上の方まで今ついてますね。はい。まあ、これもフィルターの部分も多少ね、抜いてるんで、そのままフィルターの方にでもこれは行くような気がします。さあ、そしたらとりあえずね、エンジンオイルは入れました。あとギアオイルも入れます。はい。ギアオイルですね。ギアオイルはですね、ここの、ちょっと見づらいですかね、この横のね、ところなんで、普通のですね、どう考えても、ああいうのじゃ、ジョッキじゃ入れられないですから、こういった、オイラーっていうんですか、オイラー、なんとかだみたいな。これを、例えば、
これの場合は 110cc なんですけど、ここに 110cc だけ入れようとすると全部入れられないんですよ。やっぱり向きが真横なんで、はい、なのでまあこれはまあ私のやり方ですけど、あ、言い方違う、ムーさんはですねみたいな、私ムーさんじゃなかったムーさんは店長だから、まあいいんですけど、私の場合はこれを、まあ、210cc ぐらいまで入れといて、で 100cc までやるとかね、もしくはこれ300まで入れといて、まあ、大体190ぐらいになるところまで入れるとか、そういうやり方をすると入れやすいかなと思いますけど、どうですか？残ったやつどうするんだって？まあしょっちゅう使うんでねそんなにあれだな。これあのちなみにヤマハのギアオイルですね、はい、キムコさんのはね硬い 190S っていうのを指定してるんで、それだと硬いので私は勝手にヤマハのやつを使っております、はい、っていうか普通にエンジンオイルでも、別に本田さんはねエンジンオイルを指定してるんで、例えばの話ですよ、例えば本田さんはエンジンオイルを指定してるんで、まあ普通にそういうのを入れてもいいのかなと思ったりもするんですけど、出てきますね。もうこれ以上入んないのかな。でも規定量は結構あれだったけど入んないみたいですね、うん、とりあえずこぼれちゃってるね、とりあえず、ね、まあ下にやっぱり受けといた方がよかったね。とりあえずここから出てくるぐらいまで入れればいいんですけど、全部抜けてないんですかね。90cc ぐらいしか入れてないような気がしますね、うん、出てきちゃうから。でもまあ出てくるんでやめましょう、はい、であとこれ閉めて、でこれもまあで場所ここだ、ここの場合は縦に入れ、こうやって入れる工具でもこっちからこうやるやつでもどっちでもできますかね、うん、でこれ面白いのはですね、 BMW もそうなんですけど、よくあるんですが、パッキンを使わない、ここにボルトのところにパッキン使わないのがあるんですよ、うん、現実あるんですよやっぱり。でちょっとね突起があるんですよね、ずーっと一周その当たり目のところに、でそれでシールしてるみたいです。だからいらないみたいですね、はい、BMW の K1200RS の、ミッションのドレンボルトとかですね、ついてないんですよ。これを回したよいしょ、はい、とりあえずですね、こんな感じですね。交換をやらせていただきましたがいかがでしょうか。そしたらエンジンをねまず始動します。で必ずオイル漏れがないかを確認する感じですね。あのドレンボルトを外したところですね、はい、できればまず一回きれいにしてパーツクリーナーとかで油分を一回流していただいて、そこから下を確認する、はい、で、漏れてこなければ OK ね。そしたら最後にですね、ちょっと置いてオイルレベルゲージ開けて、ちょっと点検してですね、その間に入ってる OK ということでございます、はい、こんな感じでですねエンジンオイルとギアオイルの交換をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもですねぜひ、ご自分でやってみるのもいいのかなと